小野忠重版画館は、東京都杉並区阿佐ヶ谷北にある美術館。版画家、版画研究家であった小野忠重の作品を所蔵している。館長は、小野忠重の次男である小野金氏。小野忠重版画館は、昭和期に版画家及び版画研究家として活動した小野忠重。東京都杉並区の住宅地にある忠重の急遽を改造した美術館であり。 忠重の次男である、小野金氏館長の住宅を兼用している。小野忠重版画館、全景1990年に死去した、小野忠重は、莫大なコレクションを残した。それは、1000点以上に上る忠重自身の作品の他に、他の作家による数多くの版画作品や膨大な、版画研究の資料を含むものだった。小野金氏は、 父から受け継いだコレクションを広く世に公開したいと考え、美術専門家の協力を得つつ、妻と共に膨大な作品や資料を整理し直し、1994年10月16日、小野忠重版画館を開館させた。版画、素描、版画の研究資料などの収蔵品は約3000点に上り、そのうち小野忠重の木版画が700点、素描が1500点を占めている。 軍服に身を包み、将軍になりきる不老者のような人物をモデルにした、将軍第3回東京国際版画ビエンナーレ展。出品作品の広場のコベネチア、風そよぐ中で大地をしっかりと踏みしめる三人の女性の後ろ姿を描いた代表作、風などがある。展覧会は年数回企画展を開催している。また、小冊子、番の会、画集。 小野忠重げ前版画などの出版活動、ポストカードの販売を行っている。小野忠重版画館では、年数回テーマを定めて企画展を開催している。過去に開催された展覧会の開催期間及びタイトルは、次の通りである末以降については、不完全なリストとなっている。小野忠重版画館は、1995年から2001年にかけて、 美術専門家の水沢勤、今井圭介らの協力を得て、万の会という名の小冊子を編集、発行していた。第10号をもって、週刊となった。各号のタイトル及び発行年月日は次の通りで、ある。小野忠重版画館が2002年より編集、発行している。各号のタイトル及び発行年月日は次の通りで、ある。上記のほか、 小野忠重版画館の観光物としては以下のものがある。2005年以前に開催された展覧会については、小野忠重版画館展覧会記録を参考とした。AB タイトルが2つあるが、小野忠重版画館観光物目録での表記を尊重し、そのままとした。ありがとうございます。